石井正氏は、元競輪選手で、現在は自転車競技選手。神奈川県伊勢原市出身。現在藤沢市在住、藤沢市未来創造財団、稲梅名の山形所属。富士霊学園藤沢高等学校を経て、日本競輪学校第72期生として、日本競輪選手会、神奈川支部に在籍。ホームバンクは、平塚競輪場で、 1993年8月21日に岩木平競輪場でデビューし3着。初勝利は同年9月23日、高松競輪場で挙げた。2001年7月16日、自宅近辺の山中にて、街道練習中に乗用車と正面衝突し、美慢性軸索損傷などで意識不明の渋滞に陥ってしまう。 事故から約1ヶ月後に意識は回復したが、脳外症の後遺症により言語障害や記憶障害が生じてしまい、また左足が不自由な状態となった。だが、再び自転車に乗れるようにまで体が回復したことから競争への復帰を目指していたが、工事の機能障害との診断が下ったことにより、事実上のドクターストップがかかり、競輪選手として現役続行が不可能となったため、 2004年4月26日選手登録削除された通算戦績609,093勝優勝8回しかし引退時から関係団体や知人の紹介により障害者スポーツとしての自転車競技に取り組むようになった最初はまっすぐ走ることすらままならない状態だったが2006年スイスエーグルで行われた IBC 世界選手権では トラック 1km タイムトライアルで銀メダル、3km 個人追抜けで銅メダル、ロード TT で銀メダルを獲得した。2007年、フランスのボルドーで開催された UCI パラサイクリング世界選手権の1、KMTT において1分9秒274の世界新記録をマークして優勝。さらに、同大会ではロードレースも制したほか、 3km 個人追抜けでは2位に入った。迎えた2008年の北京パラリンピック。トラックレースでは2種目の出場となった。9月7日、3km 個人追抜けに出場。予選タイムはトップだったが、決勝で対戦したオーストラリアのクリストファー・スコットにわずか0.013秒及ばず銀メダル。しかし9月9日に行われた 1KMTT では、 1>, 1分8秒771の世界新記録をマークして、他選手を圧倒。日本人選手として、同大会最初の金メダリストに輝いた。また、9月12日に行われたロード TT では、銅メダルを獲得。13日に行われたロードレースでは途中棄権に終わったものの、すべての種類のメダルを獲得した。 なお、1KMTT の世界未公認記録としては、2007年11月に、コロンビアカリで行われた、UCI パラパンアメリカン選手権において1分8秒247。2008年5月に、イギリスマンチェスターで行われた2008ビザ、パラリンピックワールドカップにおいて1分8秒553をマークしている。これらの実績が認められ、2009年4月からは、 藤沢市スポーツ振興財団の非常勤職員として自転車競技活動を続けている。9月には UCI パラサイクリング世界選手権のロードレースに参加したがゴール前のスプリントで落ち車事故を起こし上半身数箇所の骨折及び敗損傷の重傷を負ってしまい帰国できる状態になるまで現地で1ヶ月以上安静を強いられてしまった。その後リハビリを経て 競技に問題ない程度まで回復し、2010年12月のアジアパラ競技大会では 4km 個人追い抜けと個人ロード TT でそれぞれ銀メダルを獲得した。2012年はロンドンパラリンピック代表選手に選出され3種目に出場し、男子トラック 1KMTT で6位、男子個人追い抜けで9位、男子ロード TT で11位となった。2014年、 メキシコで行われた世界選手権では男子トラック 1KMTT で4位、4km 個人パシュートで9位。翌2015年にはオランダで行われた世界選手権にも参加し、男子トラック 1KMTT で4位、4km 個人パシュートで8位。2016年はイタリアで行われた世界選手権にて男子トラック 1KMTT で6位。 4km 個人パシュートで7位。競技人生の集大成にしたいと挑んだ、リオデジャネイロパラリンピックにも参加し、1KMTT で6位入賞を記録するなど検討。個人ロードレースにも参加するが、同レースに参加していた、イランのバハマンゴルバルネジャドが、事故死したことを受け、危険と判断し途中棄権したその後、同年10月に行われた、国内大会をもって、 現役を引退。若手育成にも携わる意向を示した。引退から2年後の2018年、ミスター・ケイリンとも呼ばれる中野光一に東京で五輪があるのに、ここで終わっていいのかと鼓舞され、46歳にして現役復帰することとなった。翌2017年に出場した全日本パラサイクリング大会では、1KMTT で1分10秒554で1位。 ゆうこ、佐藤、スイスエグルで、障害者自転車世界選手権開幕。cyclingtime.com。2011年1月4日閲覧。佐藤有子。パラサイクリング、日本チーム強化の奇跡ボリュームに UCI への移管。新たなステージへ。cyclowired.jp。2011年1月4日閲覧。佐藤有子。 パラサイクリング世界選手権2007現地レポート、石井正史が 1km 個人 TT で、世界新記録樹立金メダル獲得。cyclingtime.com。2009年3月10日閲覧。ゆうこ佐藤、北京パラリンピックレポートボリュームに、生きててよかったなーって、金銀銅3冠の石井正史に聞く。cyclingtime.com。 2009年3月10日閲覧。ゆうこ佐藤、ゴールスプリントで落ち車した、石井正史が複数箇所骨折、現地入院。cyclowired.jp。2009年12月13日閲覧。ゆうこ佐藤、大城ペアが 1KMTT で、金、藤田、石井が、個人追抜けで、銀メダル獲得。cyclowired.jp。Y C L o w I R e 2011年1月4日閲覧。ゆうこ佐藤、ロード個人 TT で、奥村が金、石井が銀メダル獲得。cyclowired.jp。2011年1月4日閲覧。ロンドン五輪、ロンドンパラリンピック代表候補選手記者会見。日本自転車競技連盟2012年5月1日付。ありがとうございます。